猿と鹿を取るために福島西武林道へ向かいました。鹿を追いかけていると斜面の下に猿の群れを見つけました。で、斜面を下り、構図を調整します。太い木の根元へ向かいます。猿が一匹離れた木の上に降りました。樹上の一匹は置いておき、斜面の群れに狙いを定めます。で、群れは日向ぼっこをしています。動きがありました。猿たちは毛づくろいをしています。どうするやつもいます。猿たちにもお気に入りのポーズがあるのでしょうか。近くに何かの気配があります。鹿が近くにいました。猿がこちらに向かってきます。驚いて写真が撮れていません。気を取り直してカメラを構えます。目の個体も駆け下りてきます。つい成果を確認してしまいます。木の根元へ戻ると猿の喧嘩が始まりました。木々が邪魔で猿の撮影は困難です。鹿は我関せずを決め込みます。猿の声は次第に遠のいていきます。画面を迂回し猿の群れへと接近を試みます。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。